はい、ヤマハ SR400 の、3型ですねになります。はい、非常に外装ともに綺麗なオートバイです。これは最近ごくごく近々の入荷なんですけども、実はですねさっき洗っていただいたんですけども、同時にですねうちのケムクジャラの 2cc のバイクの洗車を行いました。でその 2cc のバイクのですね飛沫があちこちに飛んでしまっているとですね非常に申し訳ない状態なんですけども後で洗い直します。はい、で、3型の SR で、まあ、いろんなところがちょっとカスタムをされています。で、前からやっていきましょうか。まずですね、こちらのハンドルですね、ハンドル変わってます、ミラー変わってますね。でバーエンドがついてますね、これバーエンドというものです。はい、で、ここに棒がついてますね、これブレーズというものですね。はい、がついてます。で鍵です、鍵はですね赤いのと黒いのがあります。これイモビライザーと言いまして、中にチップが入って認証しないと効かない鍵です。だから刻みがあってでもチップが入ってないとですね、バイクは起動しません。そういう鍵なんですけども、赤は何かというとマスターキーです。赤があればヤマハのディーラーやそれなりの鍵屋さんに持っていくとですね複製を作ることが可能です。はい、で、鍵ですね。で、これはメーターですね。ヘッドライトはノーマルです。ヘッドライトはノーマルの方がいいです。僕も好き好んでノーマルつけてます。ノーマルはですね、光の量、光の色、光の収束ですね、このレンズともにですね非常に明るい、車検に通りやすいというメリットがあります。はい、で、それからこれがフロントフェンダーですね。フロントフェンダーというものです。汚れてんな、洗いたいな、すいませんね。でフロントフェンダーなんですけども、これはまあ僕と同じショートの、どこのか分かんないですけど、最近いろんなところが出してますんで、ショートフロントフェンダーですね。で、タイヤはこれは結構山残ってますね、しっかり IRC の、なんだこれ、グランドハイスピード、グランドハイスピードっていうタイヤになりますね。はい、まだ全然使えます。で下がっていきましょう。エアーエレメント、エアクリーナーボックスが取り払われていて、このパワーフィルター仕様になっていますね。はい、で、こちら側マフラーがスーパートラップマフラーというマフラーに変わっております。はい、で、リアのグラブバーが社外品になっていて、リアショックも社外品ですね。これアルミ削り出しの社外品ですね。はい、メーカーわからないんですけど悪いものではなさそうです。はい、で、リアタイヤも IRC のグランドハイスピード、こちらも、タイヤの減りは非常に少ないですね。真ん中だけ汚れてるとですね、写真とかに撮ると真ん中すごい減ってるように見えるんですけども、そんなことないですよ。ほらちゃんと残ってますんで。はい、で、あと特に改造箇所はないですかね。はい、じゃあエンジンをかけてみたいと思います。まあ、SR のエンジンのかけ方は毎回やってますけども、初めての方もいらっしゃると思うんで解説しながらやります。キーをオンにします。で、ここにあるデコンプレバー、はい、このデコンプレバーを握ると、これこのちっちゃいやつですね、これデコンプレバーって言います。このデコンプレバーを握るとキックがフリーになります。で、キックをフリーにしたら、ここにキックインジケーター、キックインディケーターとありますけども、これ窓綺麗ですね。上から見るとですね、今印が出てます。これがキックできますよの状態。これがどうなるかというと、こう動きます。はい、こうすると出てきますね。この状態がキックスタートですね。はい、の状態になります。で、デコンプレバーを離します。で、チョークを引きます。で、その状態で上から踏み下ろします。キックじゃないですよ、踏み下ろすつもりでふんとやるんですね。はい、一発じゃできないですね。よいしょ、よいしょ、チョークオフにしようかな。よっ、はい、で、キックをするとこのようにエンジンがかかって、アイドリングをします。で、アイドリングをし始めたら、少しこれアクセル、スロットル、これを回すとエンジンがブンブンって言うんですけど、これで若干回転数を拾ってやって、暖気をしてやります。はい、まあ、アイドリングが安定してですね、で、スロットルをひねって、回転数が上がるようになればもう走って大丈夫です。はい、で、まあ、これが走行のための準備なんですけども、
ではですね、せっかくなので今スーパートラップマフラーと言いました。スーパートラップマフラーというものがついてますけども、これ何なのと。でスーパートラップマフラーの特徴としてこちらを見てもらいたいんですけども、穴開いてないんです。蓋してあるんです、ね、じゃあこれ穴開いてないのにどっから排気ガス出んのという疑問があると思います。でそれどっから出てるかというとですね、ここから出てるんですよ。この縁、このお皿みたいなのが入ってますね。ここの隙間から排気ガスが出てます、はい、要するに隙間のある、輪っかがたくさんこう並んでるんですね。で、脇からガスが出るようにして、エンドの方はクローズにしてやると。これがスーパートラップマフラーの基本的な構造になります、はい。で、ここにボルトが止まってまして、これを外してやるとですね、このお皿の枚数を増やしたり減らしたりできます。もちろん増やせば増やすほど、すぐたくさんの空気が抜けますので音は大きくなります。で、音は大きくなるし、排気ガス その流出量も増えます。でこれをじゃあ減らしてやるとどうなるか。減らしてやればやるほど排気ガスが出にくくなって音が小さくなります、はい。そういうことでスーパートラップマフラーというのは排気抵抗、排気効率というのを、可変的に調整できるということで画期的なマフラー、そういう画期的なマフラーということで、世の中に現れたものです。じゃあなんでこういう形をしているのかっていうと、バイクというのは前に進みます。前に進むと前から空気が流れてきます。でその空気が流れてくる。で流れる空気というのはですね、非常に荒削りな表現をすると仲良しなんですね。例えばこの今現在のこの大気中、この中で例えばここの部分だけ思いっきり速い空気がショーンと流れたとするとですね、周りにある静止した空気も一緒に流れていこうとするんです。くっついていきたがるんです。くっついてきたがるとはどういうことかというと、周りから見てですね、こう吸い込まれていくんですね、はい、という特性があります。じゃあこれがどういうことかというと、例えば出てる排気ガスのスピードよりも外で流れてる空気の方が速かった場合、そうすると排気ガスがどんどん引っ張られて外に出てってくれるわけです。そうするとですね、見た目よりも排気効率が上がるんですね、はい。これがスーパートラップの基本的な考え方です。だから横についてるんです。ここにつけちゃうとその恩恵がないです。横についてるとここの側面を流れている素早い空気と仲良しだから、空気が一緒になって出てってくれて、排気効率が上がると。で排気効率をそんなに上げたくないよという時は皿の枚数を減らしてやるわけです。だからこういうふうにマフラーの形状、これスーパーサウンドって書いてあるメーカー銘柄ですけどもになるとですね、ちょっと露出している位置が一番その空気の流れが強いところに、大きく露出するようになってますね、はい。で車検の時は枚数を減らしてやるとかですね、そういう工夫をしてやると音が小さくなるということで、昔からいろんな人に、使われてきました。ただそうやっていろいろ売れてきてるとかですね、たくさん売れたマフラーなので、つけてる人たちが多いんですね、はい。だからこそというか、スーパートラップ以外のマフラーがいいって言われちゃうとですね、ちょっとおじさん寂しいなっていうふうに思います、はい、おじさんとか言っちゃった。じゃあそんなことで、縦側見せてみましょうかね、はい。よいしょ。これ反対ですね、はい、反対に変えました。どうでしょう。そんなに、タンクはほぼ無傷と言っていいですね、ちょっとほこりかぶってますけども、タンクはほぼ無傷です、と言っていいと思います。うん、大丈夫そうだ。タンクはほぼ無傷で、シートカールもサイドカバーもきちんと純正のものが残ってますね。ハロを洗った時の飛沫がいっぱい飛んでいる、はい、ですね。で、新ガス対応しているのでこういう排気ガス戻しのパイプついてますね。取っちゃダメですよ、外しちゃダメですよという意味ですよ。撮影してもいいですけど、はい、というような感じです、はい。で、一応ですね、うちの方でお出ししているこれは
満車券付きですね、はい、満車券付きでのお渡し、新規で、販売させていただいてから新規で車券を取得して、お渡しをさせていただくというものになります、はい、なので、丸2年ですね。でそれから基本的な整備ですね、バッテリーを交換したり油種類関係を交換したり、ブレーキとかですね、制度、保安関係ですね、そういったところの、整備点検を含み、なおかつ、私がですね車検を取ってから一回りしてきます。一回り走ってテスト走行してくるって言ってもただ乗ってくるだけじゃないですよ。乗ってきた上で何かその調整や交換したいところがあれば僕の方でやりますという意味です。はい、まあ、こういう車両なんで年式新しいものなのでそんなに変えないといけないっていう部品は少ないとは思います。少ないとは思うんですけども、時々走らないとわからないこともあるので、テスト走行というのはうちの店でやらせていただいているサービスの中では特色が非常に強いものなのかなというふうに自分では自覚しています。あんまり別に他のお店屋さんをバカにするつもりも何もないんですけども、一般的にですよ、車両を扱っているところ、バイクも車もですね、テストで走るっていうことはやりたがらないです。なぜかというと保険が高いんです。その時だけにかける保険っていうのがあるんですけども、非常にそれは高価なものなんですね。だから普通はやりたがらないというかやらないです。はい、通常やらないです。もしくはまあこれだったら別に絶対事故らないよとか、よっぽど自信がある場合はテスト走行とかをやりますけれども、特にうちの場合はですね、どんなバイクでもうちでナンバーを取るものに関してはテスト走行をしてます。それは非常に年間ですね、小さくない少なくないお金を払ってですね、保険に加入しているっていうのは非常に強いんですけども、はい、だから何が言いたいっていうわけじゃないんですよ、はい、皆さんそんなわけじゃないんですよ。ただうちの店としてはやっぱ走ってみて、これなら大丈夫だというものをですねお渡ししたいので、テスト走行をしていて、なおかつそれがなぜうちの特色ですよっていうふうに言いたいのかっていう、ところを説明した方だけです。はい、すいません、くどくてすいません。はい、あ、もう新年ですね。はい、ホワイトベースはですね8月にここに移ってきたんですけども、もうこの後雑談なんで、あれです、バイクのことはもう分かったっていう人はもうここでピッて来ちゃっていいんですけども、8月に、移転してまいりました。この店もですね、はや、ようやくですけども4ヶ月、まだ4ヶ月しか経ってない。うん、はや4ヶ月です。まだ4ヶ月、はい、まあ、4ヶ月の間にいろいろありましたよ。本当にいろいろあったさ、人生いろいろ楽しいことも辛いことも、うん、悲しいことも嬉しいこともたくさんありましたけれども、まあそれらすべてが今振り返ると楽しい思い出のように感じるということは、僕がきっと強くなったからだろうというふうに思うわけですけども、皆さんはいかがですか。はい、そうそう、僕が着てるこのパーカー、うちで販売させてもらってるものなんですけども、今日でオーダー締め切りになります。あとはちょっと来年になるんですけども、ちょっといつになるか分かんないんですが、一応進行はやってますので、はい、業務連絡です。はい、あまり長くなるとあれなので、はい、この辺にしたいと思います。というわけでですね、 SR400 の3型、お探しの方いらっしゃれば、外装状態非常に綺麗です。非常にきちんとカスタムされてますので、カスタムだからって言って、何か素人臭いところが残るとかそういうわけはないです。きちんとワイヤー類も長いものに交換をされていますし、部品についても普通のきちんとしたものを使ってます。なので、まだまだ乗れるというか、まだまだ乗れる1台です。はい、というわけで、どうぞよろしくお願いします。